はい、皆さんこんにちは、デフです。今回は放置少女4月8日アップデート放送をやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、先ほどですね、ロビーが更新されましたので、早速見ていきましょう。まずはですね、一朝一夕必ず大吉ということで、ランダムで 40% から 80% の元宝が獲得可能と書いてありますが、まあ、必ず大吉なので、75% から 80% が確実に出ますと。イベント期間内は毎日必ず大吉ですね。期間内に初回元宝購入時のみ倍率により特別ボーナスをゲットできますよというイベントになっておりますと。そして4月11日月曜日までやっておりますということで、まあこれは非常に課金している方にとっては、まあありがたいイベントなのではないかなと思いますね。まあ毎日おみくじ引いて、まあ今回はね必ず大吉なんで、まあ 75% か、まあ 80% のどちらかにはなるんですけど、まあ高い数字が出た時にね、元宝購入するとボーナスがついてきますよというイベントになっております。そしてですね、まあ皆さんこれ待ち焦がれている人もいたのではないかなと思います。まあ一週間前のアップデートで、もう風魔小太郎のアバター来ますよっていうのが、まあロビーで、情報が出ました。まあ公式さんからね、出してもらえていたので、もうこの日にっていうか、まあ告知が確実にあるなってみんな思ってたと思うんですけど、とうとう来たら来たで、やっと来たなって感じですね。木漏れ日の日ということで、忍術の修行を終えた後は森にひっそりと隠れて休憩し、静かに他人の邪魔をしないようにということで、木漏れ日、風魔小太郎と一緒に暖かな日差しを浴びましょうと、もちろん累積ガチャがあります。まあ、アバターガチャなんでね、累積ガチャがありますよということで、こちらが4月14日木曜日23時59分までやっていますということですね。いつもの性能予測していきましょう。まあ、あれですね、風魔小太郎は、この乱破失踪っていうね、特殊、状態を持っておりまして、出陣時5ターンの間、自身が乱破状態になりと、まあ、ここね、白バフなんで、生後にはなりませんよって形ですね。で、会心率と物理会心ダメージが 40% 増加する、まあ、クリティカル系の副傷ですね。まあ、これ 40% ね、アップするの非常に大きいかなと思いますね。そして攻撃された時に、この束縛というね、相手を束縛状態にする可能性がありまして、この束縛は普通のデバフなんで、こちら罪悪になりますと。で、与えるダメージ、減少。まあ、相手にかかっているので、まあ、相手の与えるダメージが減少しますよと。で、相手が受けるダメージは増加しますよということなんですね。そして乱破状態中は、敵に撃破されないということですね。まあ、この子は出陣時にランパになるので、束縛にした相手からは倒されることがないということですね。あとは大丈夫かな、束縛状態 の敵の攻撃を無視って形なんで、まあ、ここが罪悪になってどうなるかってことですね。まあ、今のところ、まあ、相手からの与えるダメージ減少、相手の受けるダメージ増加みたいな形なので、罪悪なので、ここかな。情報がもう出てまして、束縛罪悪ですね。与えるダメージが減少ありましたね。受けるダメージが増加、これもありましたね。そして、会心率が減少しますと。まあ、相手のクリティカルを抑えていくっていう形、ですね。まあ、会心率アップ持ってる副将は、今まで結構な確率で出ていたのが、まあ、たまに出るみたいな形になる。で、会心率アップを持ってない副将はもうほぼ出なくなるみたいな形になってしまうのかな、この感じでいくとね。まあ、もちろんレベル差補正を受けやすい会心なので、まあ、もちろんね、レベル差でここは変わったりしますけど、まあ、基本的には、差がなければってそういう形になるっていう感じですかね。まあ、なので、まあ、相手の会心率減少かっていう、まあ、良くもなく悪くもなくみたいな感じなのかな。うん、まあ、これは来てみて、お、使えるじゃんみたいな感じになるのかならないのかですね。まあ、数値自体にもよるかな。40% ダウンとかになってくれば、あ、結構抑えるじゃんみたいな、形になるだろうし、10% とか 20% ダウンとかだったら、いまいちかもしれないみたいな数字になので、まあ、この辺は来てみてっていうところですね。まあ、あとは、パッシブか。パッシブスキルも少ないんですよね。まあ、特殊パッシブが入っているので。まず、筋力値と HP 吸収ですね。で、筋力値が入っているので、まあ、筋力値の伸びはそこまでっていう感じかな。そして、専属武器には会心値と防御貫通がついていますので、まあ、可能性としては、体力値がまずないっていうところと、物理防御貫通がないっていうところ、そして会心値はあるけど、物理、会心ダメージアップがないっていうことなんで、まあ、この3つがまず、来るでしょうと、こういうことですね。可能性が高いのは体力値と物理会心ダメージ。じゃなくて、体力値と、なんだ
物理開始、物理貫通か、物理防御貫通ですね。まあ、貫通の方が来やすいかな、確率的にはね。そして会心値があって、会心ダメージがないんですけど、まあ、ここは3番手っていう形になるかなと思います。まあ、もしかしたら、こっちが優先される可能性もありますけどね。うん、風魔小太郎自体がクリティカル出す系なんで、まあ、そこのダメージ底上げっていう可能性もありますけど、まあ、この辺は、まあ、体力値と貫通優先されるのではないかなという僕の予想ですね。そしてアクティブスキルですね。まあ、風魔小太郎がちょっと残念だなって言われているのが、この最大攻撃力サーチっていうところかな。最大攻撃力が最も高い敵を6回集中攻撃しっていうことで、まあ、現状は UR 戦が、まあ、MR に立ち向かうのがまあ結構しんどくてです、風魔小太郎はこの最大攻撃力で殴ってしまうので、まあ、基本的に MR を殴りがちになってしまうんですよね。うん、やっぱ最大攻撃力伸びるのが MR なんで、相手の中の一番強い MR に殴りがち、なので、まあ、攻撃があんまり通らなくて、あんまり仕事ができませんよと。でもちろんね、MR の中には状態異常耐性持っている子とかが複数いますんで、まあ、そこに攻撃行ってしまったら束縛もつけられないとこういう形なので、まあ、そこをどう対策するかですよね。で、攻撃の挙動自体は普通に高スペックなものを持っていますんで、6回連撃ですし、でね、倍率も1回 720%、まあ、ここは増えてくると思うんですけど、ね、もうすでに筋力値の防御無視持っててっていうことで、まあ、挙動自体は非常にいいので、まあ、ここからどう強化してくるかですね。攻撃力防御無視がつくのかとかがまあ予想しやすいところなんですけど、まあ、特にこの辺は、ま、触ってこないと思います。あんまり魔改造してこないのかなと。まあ、せいぜいスキル1に、あれかな、状態異常、状態耐性無視みたいな、状態異常耐性無視みたいなものがつくのかなと。まあ、最近比較的アクティブスキルについたりすることが多いんで、パッシブではなくてこっちにつくのかなっていうのが、まあ、なんとなく予想できるかなと思います。なので、まあ、挙動はそこまで変わらずにちょこちょこ追加していくタイプになるんではないかなと。まあ、そのちょこちょこ追加が有能なものであれば、まあ、非常にいいなっていう感じですね。まあ、僕の予想はこんな感じです。下手すれば、関心っぽさが、関心ぐらいの強化で落ち着く可能性もありますし、もしかしたらもっと伸びる可能性がありますね。まあ僕としては、やっぱり宝刀とかですね、アバターの中で強い宝刀とか、まああとは浅井長政、まあこのあたりまでは最低ラインの強さは欲しいですね。で、もしかしたらそれ以上抜けてもらえればいいなっていう感じがします。はい、ということで明日ですね、風魔小太郎をやってきますよということで、大きい画像出しておきましょうね。大きい画像が木漏れ日の日、風魔小太郎となります。はい、ということでこちらやってきますよということですね。そして、の如水遠征かな、外出せずに世界を知る、黒田官兵衛はミサの中で未来への道を考えているということで、黒田官兵衛やってまいります。黒田官兵衛結構来てるなって僕の中では思ったんですけど、まあ、調べたら前回10月ということで、まあ、きっちり半年ぐらい経っていますね。期間が4月14日木曜日23時59分となっていますね。ということで黒田官兵衛こちらになります。まあ、こちらやってくるんで、もし奥義とかにね絡んでいるんで、まあ、奥義欲しい方とか、まあ、いれば、まあ、確定だけでも取っておくのもいいのかなと思いますね。そしてハッピーギフト。1回購入すると原宝が180、2時間高速戦闘券 ×2、新商交換券 ×3 が7日間毎日もらえますと。期間が4月14日木曜日23時59分までとなってますね。まあ、これいつも通りハッピーギフトです。そして映画銀月の方は、新髄炭パックですね。まあ、こちら MR が来ているので、来ますよということです。そして、なんかあったんですよね。こっちにはないのかな？もうちょい下になるのか？5周年記念イラストコンテストというものがあってですね。あ、当たった。これですね。5周年記念イラストコンテスト。たくさんのご投稿ありがとうございます。2つの部門から合計15名様に総額210万円の賞金を用意。さらに iPad Pro ですね。256GB とゲーム内原本もプレゼント。4月17日が期限でまであと10日ということになっております。まあ、絵を描く方ですね。は、まあ、こういうの参加してもいいのかなと思いますね。ハッシュタグの、間違えないんでね、ということで2つ決まっていますと。で、なんか2つの部門っていうものがね、ありまして。で、1つが新キャラ部門。新キャラクター部門ですね。パーティーをテーマにして、ゲーム放置少女に登場させたい新キャラクターのデザインを考えることもできますよと。これも入選すれば、多分デザインが使われるんですよね。
そして2番目、思い出ファンアート部門ということで、ゲーム放置少女に登場するキャラクターをテーマに、5年間の中で少女たちとの思い出の名シーンを自由にお書きくださいということですね。まあ、どっちも1名様ずつに賞金20万円、そして iPad Pro が、入りますよとね。ゲーム内通貨10万元宝ですね。そして、優秀賞が賞金15万円か。15万円とゲーム内通貨元宝が6万元宝もらえますと。ですね。で、こっちも優秀賞はそうですね。3名で賞金15万円。で、特別賞もあって、賞金10万円。思い出ファンアート部門には特別賞もありますよということなんで、まあ、絵を描ける方はね、こういうの参加してみてもいいんではないかなと思いますね。まあ、僕はね、絵の才能がないので、どっちかっていうと、画伯と呼ばれる部類なので、まあこれは参加できないんですけど、まあこういうのね、もし絵が描ける才能がある方は参加してもいいのかなと思います。はい、ということで、まあ今回はね、まあ金曜日なんでそこまで情報量は多くないですが、まあなんと言ってもですね、風魔小太郎がアバター化しますよということで、まあこれは1週間前にもうすでに告知がさっきも言いましたがあって、楽しみにしていた方もいたんではないかなと思います。まあもともとスペックがね、高いので風魔小太郎に関しては、まあそこまでがっつり強化されることはないとは思うんですけど、まあさっき言ったね、宝刀とか浅井長政ぐらいは最低限の強さっていう形で、いただけたらなと。で、さらに、もしね、よかったらもっと上のね、強さもらえたらなっていう感じはしますね。まあ、この辺がね、やっぱ強い副将、まあ、モガミとか、あなたとかがどれぐらいアバターになって強さがもらえるのかなの指標になるのかなと、まあ、若干思ったりします。はい、ということで、チャンネルの登録、ツイッターのフォローなど、ぜひよろしくお願いします。ここまでお送りしたのはデフでした。おつデフ。